S-100 S バスは初期のコンピュータバスの規格である。1974年にアルタイル8800のために設計された外部バス規格であり、アルタイルバスとも呼ばれる。S-100 バス上でプロセッサと周辺カードにより構成されるコンピュータを S-100 コンピュータと言い,い、多くのメーカーによって製造された。S-100 バスは CP、M や MP、 M 用のドライバを実装した自作コンピュータの基礎となった。S-100 コンピュータは、ホビーストのための玩具から中小企業のワークステーションまで幅広く使用され、IBM PC の登場までの初期のホームコンピュータでは一般的だった。1983年に IEE-696 として企画化された。これは、 マイクロコンピュータ業界における外部バスの初の工業企画だった。クロメンコの創業者のハリー・ガーランドとロジャー・メイレン。ガーランドが持っているのが S-100 バックプレーン。S-100 バスは100ピンのプリント基板のエッジコネクタを並列に配線したパッシブバックプレーンである。CPU、メモリ、入出力インターフェースの機能を提供する五十インチの回路カードが これらのコネクタに差し込まれる。S-100 バスで最初に使われたマイクロプロセッサがインテル8080であったため、バス信号の定義は8080 80の信号定義と密接に関連している。S-100 バスの100本のラインは電源、データ、アドレス、クロック、制御の4つのタイプに分類される。バス上で供給される電力は、 バルクの無調整直流プラス 8V と直流プラスマイナス 16V であり、各カード上で TTLIC 用のプラス 5V、CPUIC 用のマイナス 5V とプラス 12V、RS-232、ラインドライバー IC 用のプラスマイナス 12V、ディスクドライブモーター用のプラス 12V に調整するように設計されている。カード上での電圧調整は、 一般的に 78XX シリーズなどの3端子レギュレータによって行われる。これらは一般的にヒートシンクに搭載されているリニアレギュレータだった。インテル8080 80の双方向8ビットデータバスは2つの単方向8ビットデータバスに分割されている。プロセッサはこれらのうちの1つだけを一度に使用することができた。ソル -20 は 単一の8ビットバスのみを持つバリエーションを使用し、使っていないピンを信号グランドとして使用してノイズを低減した。バスの方向は使っていないダビンピンを使って信号化された。これは S-100 の市場においても広く行われるようになり、2つ目のバスは不要となった。後に、この2つの8ビットバスを組み合わせて16ビットのデータ幅に対応するようになり、 より高度なプロセッサではソルのシステムを使用して方向を信号化するようになった。アドレスバスは初期実装では16ビット幅で後に24ビット幅に拡張された。バス制御信号はダイレクトメモリーアクセスを可能にするためにこれらのラインをサンステートロジックの状態にすることができる。例えばクロマムコダズラーはドマを使用してメモリから デジタルイメージを取り出す初期の S-100 カードである。クロック、制御信号は、バス上のトラフィックを管理するために使用される。例えば、Do Disable ラインは、ドマジにアドレスラインをサンステートロジックにする。当初のバス仕様の見割り当てラインは、後により高度なプロセッサに対応するために割り当てられた。例えば、Zylog の Z80 プロセッサには、 インテル8080 80プロセッサにはないマスク負荷、割り込みラインが割り当てられている。その後、S-100 バスの未割り当てラインの一つが再割り当てされ、マスク負荷割り込み要求に対応するようになった。1986年に発表された黒面コ車の雑種プロセッサーボード。16.7MHz で動作する S-100 バス用に開発された中では、 史上最速の CPU である68,881個プロセッサを搭載したモトローラ6 8 2 0プロセッサと 16K バイトの高速キャッシュメモリを使用している。この CPU はアメリカ空軍に広く配備されているクロマムコ CS-250 コンピュータに採用されている。アルタイルの設計中、 使用可能なマシンを作るために必要なハードウェアは1975年1月の発売日に間に合わなかった。設計者のエド・ロバーツはバックプレーンがあまりにも多くのスペースを占めるという問題も抱えていた。これらの問題を回避するために既存の部品に加えてスロットをケースに入れ不足している部品を後から差し込めるようにした。 バックプレーンは4枚のカードに分割されており、CPU は5枚目のカードに搭載されている。そこで安価なコネクタを探していたところ、軍用の余剰品である100ピンのエッジコネクタを見つけた。この100ピンバスは、無名の製図技師が部品カタログからコネクタを選び、コネクタのピンのグループに信号を任意に割り当てて作ったものである。1975年のアルタイルの発売後、 その後換機の産業が急成長した。これらの後換機の多くは、アルタイルと同じバスレイアウトを採用しており、事実上の業界標準となった。後換機メーカーは、このシステムを、アルタイルバスと呼ぶことを余儀なくされ、自社のシステムを説明する際に、他社の製品の名称を出すのを避けるために、別の名前を求めていた。S-100 という名称は、 クロメンコの創業者であるハリー・ガーランドとロジャー・メレンによって考案されたものでスタンダード100の略である。1976年8月にニュージャージー州アトランティックシティで開催されたマイクロコンピュータの会合 PC-76 に出席するためのフライト中、彼らは機内でプロセッサーテクノロジー社のボブ・マーシュ、D ・フェルゼンスタインと同室になった。メレンは彼らのところへ行き、 同じ名前を採用するように説得した。メレンは手に缶ビールを持っていたが、飛行機が気流で揺れて、こぼれたビールがマーシュにかかってしまった。マーシュはこの名前を使うことに同意したが、これはマーシュがメレンに早く自分の側から離れて欲しかったからだろうと、メレンは推測している。S-100 バスという言葉は、バイト1976年11月号のクロメンコの広告で、 初めて印刷物に載った。S-100 バスに関する最初のシンポジウムは、1976年11月20日に、ディアブロバレー大学で、ジム・ウォーレンが司会を務め、ハリー・ガーランド、ジョージ・モロー、リー・フェルゼンスタインからなるパネルで開催された。それからわずか1年後、S-100 バスは、コンピュータ業界で最も使用されているバス規格と呼ばれるまでになった。 S-100 バスを使用したコンピュータのメーカーの中では、クロメンコが最大で、ベクターグラフィックとノーススターコンピューターズがそれに続いた。その他に、アルファマイクロシステムズ、IMS アソシエーツ、ゴッドバウトエレクトロニクス、イサカインターシステムズなどの企業があった。1984年5月、マイクロシステムズ氏は、 150社以上の企業の500点以上の S-100 製品をリストアップした一覧を発行した。S-100 バス信号はインテル8080 80を使用すると簡単に作成できるが MC68000 などの他のプロセッサを使用すると作成が難しくなる。信号変換ロジックのためのボードスペースが必要となるためである。それでも1984年までには 8ビットのインテル8080 80から16ビットの Z8000 まで11種類のプロセッサが S-100 バス上で使用されていた。1986年、クロメンコは32ビットの MC68020 プロセッサを使用したエドルーピンの設計によるザクューカードを発表した。S-100 バスの勢力が増すにつれ、 異なるメーカーの製品間の互換性を保証するために、バスの正式な規格を策定する必要性が出てきた。また、元々のアルタイル8800で使用されていた、インテル8080 80よりも高性能なプロセッサに対応できるように、バスの規格を拡張する必要性もあった。1978年5月、ジョージ・モローとハワード・フルマーは、プロポーゼド、 スタンダードフォーザ S-100 バスを発表した。この中では、すでに150社のメンバーが S-100 バス用の製品を供給していると記されている。この企画提案では、バスを8ビットのデータパスと16ビットのアドレスパスとすることを文書化し、データパスを16ビットに、アドレスパスを24ビットに拡張することが検討されていると述べられている。 1979年7月、ケルズ・エルムキスト、ハワード・フルマー、デイビッド・グスタブソン、ジョージ・モローが、スタンダード・スペシフィケーション 4S-100 バス、インターフェースデバイセ図を発表した。この仕様では、データパスは16ビットに、アドレスパスは24ビットに拡張された。マーク・ガレッツが議長を務める IEE696 ワーキンググループが、この仕様を開発して、 IEEE 標準として提案し、1982年6月10日に IEEE コンピュータソサ s ティによって承認された。1983年9月8日、米国国家企画協会は、この IEE 企画を承認し、アンシ、SI、ー IEE STD696-1983 となった。 シカゴマーカンタイル取引所にあるクロメンコ社製 S-100 システムが格納されたラック IBM は1981年に IBM PC を発表し、以降、1983年には XT、1984年には AT とさらに高性能なモデルを発表した。これらのコンピュータの成功は S-100 バス製品の市場に大きな影響を与えた。 1984年5月、IEE-696、e、ワーキンググループのメンバーだったソルリベスは、マイクロシステムズ氏に、IBM PC 互換機の市場に比べて、S-100 の市場はすでに成熟した産業であり、成長性がそれほどないことは間違いないと書いた。IBM PC 製品が市場のローエンドを占めるようになると、S-100 マシンは、 より強力な OEM やマルチユーザーシステムへとスケールアップしていった。例えば、シカゴマーカンタイル取引所の取引処理には、複数台の S-100 バスコンピュータが使用され、米空軍では任務計画システムに S-100 バスマシンが導入された。しかし、趣味や個人使用中小企業向けの S-100 バスマシンの需要は、1980年代を、 通じて衰退の位置をたどった。IBM PC 互換機がより高性能になるにつれ、S-100 バス製品の市場は1990年代前半まで縮小し続けた。例えば、1992年、シカゴマーカンタイル取引所は S-100 バスコンピュータを IBM PS2 に置き換えた。1994年までに、 S-100 バス業界は十分に縮小し、IEE は1994年6月14日に IEE-696 企画を廃止した。ありがとうございます。